私小田光男53歳妻子に逃げられ会社はリストラ、先輩にそそのかされ勢いで会社を立ち上げたものの、待ち受けているのは孤独死だけかとお先真っ暗だった時、はじめまして、ひとみです。ひとみさん。大丈夫か、あいつ恋する乙女みたいですね。そんな時秘書となぜかこうなっちゃったりもして、ずっと恋したかった。はい、チーズ。あ、もうお祝いのつもりが気づいたらベッドで写真撮ってたんだ。いやいや、もうだからそれはもう冗談で。小田さん、ひどい。もう恋なんてしないなんて言ってみたいんですが、ちょっと付き合う、いっぱい、え、いいですか、行こうか、行きます。ここ初めてですか。人生は一人ですよ。あ、ついでに私主題歌も歌ってます。この続きはぜひ劇場で。また会